あ、でも俺それちょっと今日気になることあったんですよ。年齢のことで。おう、俺はい。今日はメガネ作りに行ったんですよ。メガネ屋さんに。なんとなく行って。なんとなく、なんとなく行くなんな、いとなろんく、な場所に。はっきり、目的が割とはっきりしてるけど。いや、もう本当、なんか、メガネはあるじゃんと思ってメガネ屋行ったんですけど、もう今かけてるのがジーンズで、もうなんか、一枚もしないジでーン作っズ。た。ジー適ンズ当なやね。つだ、これ。はい。あ、ジーンズね。ジーンズ。そうそう。ああ、ジーンズジーンのやズつっだてね。聞こえてジーンズ。まあ、ジーンズ。ジーンズ材で作ったの。頭おかしい。これ、デ伸ばニさ、ムメガネ。ジーンズっていうの、これ。ジーンズね。ジーンズじゃない？ジーンズ。それで、何？こう、視力検査してて、手前に、こう、置いてあるやつを読んでたら、説明文みたいなやつを。そしたらなんか、あ、そちらもおすすめです、みたいなこと言われて、これなんか、なんか、これ、40歳からの人とかにおすすめですよ、みたいな言われて、はぁ？と思って。なんかその文字がぼやけて読みにくいみたいなやつ。老眼鏡ね。ああ。舘ひろしとやってるやつ、で、CM で。あ、おいくそうついですうやか？つ。今おいくつですか？って言われて。お前40に見えるか俺が？と思って。さすがにそれはないだろうと思って。念のためじゃない？念のためなのかな？いや、さすがに俺それ聞いて。で、なんかその、年を言ったら、実際の年をね。28ですみたいなこと言ったら、それもないです。あーん、みたいなリアクションされて、あんじゃねえよ、こいつ、と思って、マジで。挙句の果てになんか、あ、その時計いいですね、みたいなこと、なんかどうでもいいこと言い出し始めるし、こいつ、なんかれちょっみとたこいいつ、もうちょっと挽回しようとしてるぞ、こいつごまは、みかたいしな。やん。でも、ハチさん最近ジョギングしてるんでしょ？そう、ジョギンああ、グするそう、いや、とだから、ね、途端に老け時計もますね、よ。時計もその、ジョギング用のクソしょうもない時計ですよ。なんかもう本当、100円取れるような、なんかもう、UFO キャッチ100ャ円。UFO キャッチャー入ってるよな、腕 時計。スマート、なんかこう、距離とか測れるやつなんだけど。へえ、すごいよ。ジョギングすると老けるってどういうこどういうこと？ジョギングするとやっぱ日に焼けたりすると、肌がえ、こ気をつけてんやろ、それは。う。あ、でも基本的に直射日光ないようにはしてますね。なるほどね。全然フォローになってない。そいつがね、すごい、なんか、おだてようとしてきてね。こいつ、おだてようとしてるわ、俺のこと。なんかこう、いちいちね、まあ、店員だからね。なんか、そんな、教育がちょっしっとしかたりしてるんこう、それがしょうもないボケみたいなことを言うと、そんなん言ったの？ そんな。いや、結なん構か、機メ嫌ガいいネじ屋ゃで、いや、なんかね、結構機外国嫌いい人じゃん。だな。いや、もう、こんなんもう経費で落ちますから、みたいなことをこう言うと、たはーみたいなリアクションをするんですよね。突っ、こう、机にこう、机に突っ伏して、こう、なんか下向くみたいな。楽しいじゃん。こいつリアクションでかいなと思うんで。楽しい店員さんまじゃたまたん。みたいな。そんなやついる？いや、いや、サンマみたいなリアクションするの。たはーみたいな。サンマ。なんか、経や費でばい。落ちますんでね、タハーが意味がわからない。たはー、バンバンバン。